それでは、まあですね、吉野先生 の講演がよくて盛り上がってたので、私は、またの機会でもよかったんですけども、一応、用意していきますので、やっていきたいと思います。で、私の方は、法律の方はですね、素人なんで、一般的な、日本人として、日本国憲法を知っているという、程度なんですね。で、ただ神学的な視点からということになると、ちょっと一言あるという、そういうことです。それが正しいかどうかは別なんですけども、聞いていただけたら。それでいろいろ準備しておりまして、視野を広くいろいろ勉強せなあかんなということですね。でそれともう一つは、そのことを大体少しですけども、このメールなんかで送らせてもらったパンフレットの論調とか書かせてもらったり、いろんな推定的なね、長官図といいますか、鳥の目から見たらこの問題の、この見方というのはテーマという材料を、網羅的なんですけども、で今日、お話しするのはですね、その中の全部話してたらとても30分という時間で話せませんので、一番、重要なといいますか、憲法改正派が狙っているのはやはり憲法9条が中心なんですね。でそれで、それだけだったら、だからいいけど、他のこともちょっと触っているというところが少しあると思います。それで、憲法9条について、使う上でですね、キリスト教 の、歴史においてですね、この、憲法9条戦争法規ですけれども、戦争の問題がどのように考えられてきたかということを使うということと、もう一つは聖書、特に旧約聖書との解釈の問題で、戦争ということを考えるかというね、そこで歴史的にどういう誤った解釈がなされてきたかという点ですね。でそして第3に、この憲法9条の、改定の議論において、JC としてどういうレスポンスが可能かということにおいて、私の個人的な意見を述べさせていただけたらと思っております。駆け足になりますので、また細かいところはですね、質疑応答のところでまた聞いていただけたらと思います。それから後ろの方に参考文献、一応、何十冊か持ってきていますので、こういう本があるということですね。また見ていただけたらいいと思います。あまり細かく詳しく理解するというよりもですね、この問題に関しては全体の輪郭といいますかね、どういうことが問題であるのかということと、そしてその問題の本質は何であるのかというね、そういう押さえ方が非常に重要だと思います。私たちはこの問題では専門家になることはできないで、要するに輪郭とエッセンスですね、それを押さえて、伝道牧会の中でどう生かしていくかという、で特に選挙においてはどう対応していくかというですね、ポイントをですね、握っていただけたらと思います。駆け足で進んでいますけども、キリスト教のですね、歴史ね、というものと、ね、戦争というものを考えて、大雑把にですね、言いたいと思います。それはこの村田先生という、海洋系の教授ですけども、戦争と政治的平和というテーマでね、こういうふうにいい書物です。同じこのテーマで最高の書物だと思います。ね、この間でも紹介してますけども、要するに、新約初期ですね、初代教会の、クリスチャン
ャンたちはどう考えていたのかというとですね、当時のクリスチャンは大体、まあ、平和主義者、ね、まあ、あの新約聖書に書いてあるような、まあ、イエス様の参上の水域にあるようなですね、パウロ書簡にあるようなこうスピリットで、まあ、生きていた、まああのまあ、個人の視点が非常に強いのですね。そしてまた教会の視点といいますか、だからこう初代のクリスチャンは、まあ、セキリストであった、平和主義者であったというふうに言われています。そして、まあ、あの歴史のいろんな研究されている方ですね、ローマ時代の研究された方が、まあ、軍人のいろんな記録をですね研究しても、クリスチャンの軍人はですね初期には見当たらないで、特に、まあ、あのローマの兵隊の中ではいろいろ法廷崇拝の強制とかね、いろんなこともありましたのでですね、まあ言ったらクリスチャンで軍人に なりたいという人もいなかったと思うんですよね。そして、まあ、同時に、まあ、この時代ではクリスチャン迫害されるが少数派であったということですね。で、まあ、2世紀末になってきますとですね、まあ、軍隊の記録の中にクリスチャンの存在が明らかになるんですね。でその記録をいろいろ調べていくとですね、この、まあ、社会でもいろいろクリスチャンが増えていくわけですけども、兵隊の中からですねイエス様が信じた人が出てくるんですね。そして、まあ、そこでいろいろ悩むわけですけども、兵隊にとどまりながらこう、ね、信仰者と生きようとするというね、そういう形で、まあ、軍隊の中にクリスチャンの記録が出てくるんです、そして一番大きな変化はですね、数がちょっと抜けつくんですけども、まあ、ローマ皇帝コンスタンティヌスですね、の、まあ、が改心したことによるとですね、それまでローマ帝国が教会、旧社迫害してたんですけども、今度はこの、まあ、それをですね、認めて、ミラノ勅令303では信教の自由を与え、キリスト教を公認していくというね、そして、まあ、この時から、まあ、ある面こうクリスチャン、またキリスト教神学者はですね、次の時代には国家という視点がですね、こう取り扱われるようになっていくわけですね。だから、まあ、この戦争というテーマで一つ大きなポイントはですね、個人とか教会という視点とですね、国家としてこの戦争というか国の防衛ということをどう考えるかというね、そのなんかこう矛盾があると思うんですよね。そこの扱い方が大きいと思うんですね。で、まあ、大きなですね、神学的な あれではですね、古代の最大の神学者のアウスティヌスですね、まあ、中世初期ですね、がですね、正義の戦いという考え方をね、この出しているんですね。それはですね、こう、まあ、クリスチャンが増えてきて、こうキリスト教的な要素が増えてくるわけですけども、そこでですね、こう、キリスト教的な、また平和主義者的な考え方とですね、持ちながらこの国家の政治に関わっていくとですね、非常に葛藤を覚えるわけですよね。でその中でこうそれをまあ神学的に整理するという形で、まあ、戦争にもですね、正義の戦いという視点があるんだというね。でこれはまあ聖書から出ているというよりもですね、まあ、プラトとかキケロとかいう哲学者、政治思想家ですね、がですね、まあ、この国家、正義、法というこの辺の、まあ、論理的な関係ですね。で国というのはまあ、そういう犯罪者がいたらそれを捕らえる処罰する効果があって正義が完結されるわけですよね。で国と国の関係でもやはりこう不法な輩の国があってですね、軍備を戦争準備してるんだと、そこで戦争準備をして、交渉がうまくいかなければこう、ね、戦争に突入するわけがあるわけです。だからその時にこう、まあ、右の方から左の方を出せみたいな形の国家の在り方ができないということなんですよね。でそういう、まあ、このキリスト教の、まあ、歴史の戦争、そして神学的なテーマとしてはそのジャストウォーというこの、まあ、正義の戦いとですね、完全平和主義ですね、このイエス様が示されたような三条の戦争でね、そういうことのですね、葛藤といいますか矛盾の、まあ、歴史であるということができると思います。それでは、まあ、ここは詳しく言えないんですけども、まあ、これはですね、まあ、正しい戦争の概念ということで、まあ、戦争を開始するにはですね、
党がしかも、ね、まあ、正しい理由がないといけないと、ね、それから合法的な権威によって、まあ、決定されないといけない、だからまあ比較上の正しさとか正しい、まあ、ことを持っている、ね、ただまあ平和のための努力、あらゆる手段を尽くした後の最後はもう戦争しかないというところまでいかないと戦争を始めてはいけないとかですね、だから戦争には必ず勝利の可能性がないとダメだとかね、それからまあ予想される結果、ね、その戦争によって失われるものと得るもののですね、この、まあ、損得勘定においてですね、この上回っていないといけない、ね、正しいスピリットになってないといけない、まあ、こういう、まあ、こう正しい戦争する場合でもこういう考え方でやりなさい、ね、で戦争を遂行する場合でもですね、軍の使用にあたってのですね、この付き合いの問題、要するに、まあ、相手が悪い戦争を始めたからという徹底的に叩くというのではこれはいけないわけですね。だからある程度、まあ、セーブしないといけない、ね、まあ、例えばここの辺になってくると、まあ、原爆の使用なんかも問題になってきますよね。もう完全にもう日本が負けている状態で何で2発も撃ち込まないといけないのかというね、こういうところですね。それから、まあ、軍隊と、まあ、民間人のところですね。この辺も、まあ、第世界大戦では、まあ、ドイツの空襲とか日本の東京大空襲とか民間を狙ってますけどね、これも非常に問題があるわけで、この関係があるとね、邪悪な手段がないと、まあ、政治ですね、戦争になると本当にこう、まあ、殺すことが目標になるわけですからね、だからこう殺人と破壊、その後で非常に不道徳な行為がどんどん出てきてね、子供や女性が非常に残忍な扱いを受けるとね、まあ、そういうことですね。まあ、いろんなことが戦争の中の前からルールというか倫理というのがね、まあ、この中でも考えられているわけですけども、でこういう考え方をですね、非常に持ち出したのは、まあ、アメリカの今のブッシュさんのお父さんの、前のブッシュ大統領のですね、湾岸戦争の時にこういう考え方を出して、アメリカの国民の 75% がジャストウォーであると賛成したというんですよね、まあ、まあ国連も支持したわけなんですけども、しかし今度の2回目のですね、息子さんのブッシュさんの戦争はですね、これはアメリカのカーター大統領がニューズウィークに投稿して言ってるわけですけども、これはジャストウォーではないというんですね。ブッシュさんがジャストウォーだと、アメリカの南部バフテストのですね、協議会がですね、この支持したわけなんです。で、これなぜ支持したかという点で、カーターさんが非常に、まあ、問題視しているのはですね、南部バプテスト連盟の終末論、ね、そしてその中のイスラエル認識と利害の関係であるんですね。そして、まあ、こうイラクを征服することによってイスラエルの誘導がですね、ユーフラテス側まで領域を手に入れるということでですね、聖書の言葉が実現するんだ、こういう終末論理解との、まあ、関係の中で南部バプテスト教会は支持したというね、そういうことでカーターさんはものすごく、まあ、彼にしても南部バプテストなんですけども、それで南部バプテストが出るわけなんですよね。だからこれ分裂するアメリカ教会ということが書いてますけども、本当にこの終末論のですね、問題というのはですね、非常に大きな青年をですね、大観覧、全サイエンセスと大観覧、ゴーサイエンスとありますので、ね、大観覧、全サイエンセスの、まあ、ディスペンセーショナルな終末論理解の、まあ、悪しき影響がアメリカにですね、ものすごく偏ったイスラエル政策を助長してですね、そして中東情勢というのをものすごく不安定にしているというのは、周知の事実と。だから教会に一つ大きな原因が私はあると思います。神学的に、ね、それからですね、第2にですね、ポイントは、まあ、聖書と戦争というですね、それでは、まあ、歴史の中でですね、まあ、キリスト教会あるいはキリスト教国というのはですね、まあ、歴史を見ますとですね、まあ、戦争の歴史ですね、キリスト教国の歴史というのはね、そしてまあそれをまあ正当化しようとして聖書を利用してきた、ね、でその中でまあ利用をさ
されるのがですね、このどう言いますか、この聖書と戦争、まあ、ピーターシー・クレイリーという旧約聖書における戦争の問題、これは、まあ、非常に優れた書物ですね。まあ、要するに、聖書を読むと、神は戦士の神、万軍の主であるね、戦いの神として旧約では、まあ、ものすごくたくさん出てくるわけですね。それは、まあ、前後して話しますけども、要するに、まあ、約束の民がですね、カナンの地に入っていく。これ、カナンの民が住んでるわけですからね、ブドウである。で、そこで戦争しないと、約束で手に入れられないわけです。そして、約束の地に入ってるですね、周囲の民族と国家とのですね、こう、力関係がありますから、絶えず戦争することによってのみ、存立していけるわけなんですよね。で、これは、まあ、言ったら、旧約時代、まあ、今の時代は少し緩和されたかもしれませんけど、昔の一般の歴史ではですね、もうそういう戦争というのは一般のことなんですね。で、その中でですね、神様はですね、ご自身の計画を明らかにされている、ね、だから、まあ、結論的なこと一緒になりますけども、旧約のですね、こういう、まあ、だから戦争の箇所をですね、神はこの戦いを、ね、支援される神で、ね、この正当化されることができるんだというふうに聖書解釈を持ってくることがキリスト教国でよく行われたんですけども、しかしそれはですね、まあクレイグも私もご覧いただいたそうですけども、それは旧約聖書の解釈の間違いだということがはっきり書いてあるんですね。しかし、まあ正当的キリスト教であればあるほど、ね、正当的キリスト教であればあるほど、ね、この、まあまあ、ジャストウォーという考え方ね、支持する雰囲気がものすごく強いんですよね。アメリカなんかものすごく強いですよね。で、そこの問題ですよね。神学的な問題、非常に深いというね。で、新約聖書に愛の神の概念があるわけですけども、まあ、ここで、まあ、葛藤があるんじゃないか。しかしですね、私たちは旧新約と統一的にこう、ね、同じ感じだと思いますので、で、旧約はですね、この、まあ、ったこういう、まあ、聖句をですね、抽出するような形で自分のですね、考え方を正当化してるわけない、戦争を正当化してる。神様はそういう邪悪なですね、戦争がなくならない世界の、このあるがままの世界にですね、介入され、そこでですね、審判と上がらないという目的を持って参与されているんだということなんですね。だから聖書の解釈っていうのはね、簡単なのでものすごく難しいんです。全体、旧新約全体の中で旧約を解釈していかないと。しかし、まあキリスト教国の解釈で、まあ一般的なのはですね、もう戦争を正当化する解釈が非常に多いわけなんです。で、そういう部分の戦いもで、まだ後からも出てきますけれども、もう一つはですね、もう聖書を読むということの中にですね、旧約を私たちはすると読みますけれども、その時にですね、もう CS であっても、共感メッセージであっても、ね、戦争とか平和とかいうことが語られないとですね、本当の意味で聖書を説教していくことはならないというんです。ある面でですね、前言ったらそういうこの前言ったら、異教徒をですね、戦争によって清潔するような考え方をばらまいているような説教にもなりかねないということなんですね。終末論なんかによっても結局まあ言ったらこう神様の本当の目的を見失ってですね、イスラエル支援にアメリカ政治を動かすというね、こういう方向に解釈が用いられているというね。だから本当の意味でですね、審判と贖いという、要するにまあ言ったらイスラエルのためカナンに入りましたと神様は支援されました、ね、しかしですね、同じ原則でですね、このイスラエル民が偶像礼拝の不道徳に話したとき、イスラエル民はカナンから清潔されたんですよね。同じ原則が言っているわけなんです。だから、まあそういうですね、この中で神様がですね、この旧約聖書全体の中で語られていることを私たちはこの前からキャッチしてですね、そしてこうだったら語られてる、そしてこの CS の説教でも礼拝説教でもね、私たちはこの平和のね、メッセージ
こう登っていた国がやがて滅んでですね、この究極的には神様のこの平和のメシアをね、支配を私たちに望むとしなければ、この世のそういうものはこの虚しいんだということがね、語られている。だから、まあ、私もこの戦争と、まあ、聖書と戦争という本を読むのに、まあ、本当に自分の聖書の解釈の甘さというかね、そして何か焦点のない私は説教してきたなということをね、まあ、現実のなんかこうね、歴史の動きとか関係なしにね、ただ聖書を語っていればいいんだけどね、恵みの説教から個人と教会なんでしてね、しかしやはりこの日本のですね、この日本憲法書いてありますよね、この政府によって本当に不幸な戦争を開始されたというね、こういうことを念頭に、そういう歴史意識の中で今起ころうとすることに対して、この聖書を神様の声を語っていかなければならない、ね、それを避けようとしているということはね、これは非常に問題のあることじゃないかと思いますね。で、まあ、刑事の問題ですね。で、まあ、神様がですね、こう聖書に好戦的な、ね、戦争の記事をですね、極端と言えるまでにこの道あふれさせておられるのはなぜか、ね、で、しかしこの問いに対してですね、フレイリーはですね、旧約は全体として読まれ、理解されている。要するに繰り返してやることはね、私たちが聖書を読むときに、やはりこのどう言いますか、聖書全体、そして聖書の中心であるキリストの十字架とあらない、ね、そしてそこから溢れてくるメッセージを軸にですね、聖書を解釈して語らないとですね、私たちは随分的外れな宣教をしてしまうんですね。で、まあ、旧約聖書の、まあ、記事ね、人間の性質、人間罪人である、でまた国家もまた残虐なことにすることに溢れているということなんです。全然戦争を支持してないんですよ。これはこの聖戦を支持している書物じゃないんです。しかしそれを乱用しているんですよ、ね、で戦争の話はですね、堂々となものだ、国家がですね、国家中にね、もう恥ずべき敗北が立ち上がれなくなるというね、国家の衰退過程を示している。どんな国でもやがて滅んでね、ダニエル書ね、いろんなこのね、ペルシャがね、そしてこうローマがね、と全部滅びましたね。で、永遠の御国はね、この神の国で、ね、聖書の本来の目的は人類のですね、本質、人間人国家の本性をこのえぐるところの書物でやるということなんです。それを聖書のね、戦争という言葉を拾ってですね、戦争をですね、このまあ是認するようなね、語りかけをするのは許されないこと。人間の罪は国家をさえ罪あるものに、獣のように、ね、だからこの黙示録の、まあ、大切で、まあ、最も優れた日本語と本の岡山秀夫先生ですね、終末論の、まあ、本当に貧困に重荷を持ってですね、取り組んだ先生ですけども、まあ、本当にですね、この黙示録13章の箇所なんかでですね、ローマ帝国が皇帝崇拝をね、強制した、そういう、まあ、ディアログがもちろん書いてあるわけです。しかしそのメッセージはですね、この解釈するときに国家神道時代の日本に当てはめられないといけないし、今この憲法改正の時代に当てはめられないといけないですね。だから箇所であるのにですね、前とは上っ面の解釈に基づき、そしてまた未来のことばっかり語るというね、こういうことではですね、この聖書の本当解釈になってない、ね、ということになります。この本もですね、非常にこの、まあまあ、反省させられた本ですね。自分の取り組みの、まあ、浅はかさに対して人間の罪はここで言うんですね、人間の本性はですね、暴力に特徴づけられている、ね、それが表現されたのは一つが戦争である、ね、で先ほども、まあ、吉田さんが言われましたけど、要するに国家というですね、ある面は獣のような、ね、ものをこうコントロールするのが憲法なんですね、縛っているのがね、私は、まあ、ある面こう、まあ、日本の歴史、またキリスト教の歴史を見ますとですね、まあ、山口朝廷のあたりがずっと始まってですね、そしてこう、江戸明治と言いますけど、この敗戦によって初めてね、初めてクリスチャンが自由に
出エジプトでありですね、そしてまた杉越の祭りだったんですよね。ほとんどですね、この聖書を読む、この日本国憲法を丁寧に読むとですね、全文とかね、基本的人権とか、いろんなことで、ものすごく聖書的なこう思想を反映しているんですよね。まあ、そういう面でですね、結論から言いますと、私たちはね、天において御心がなり、地においても御心がなるように祈りますからね、本当になんか聖書において反映されているこのメッセージをこの日本に反映させるためにね、この与えられた憲法が私は日本国憲法だと。憲法が与えられてたといって日本語はそのようになっていません。だからこそ日本の状態に合わせて、世界の状態に合わせて憲法を変えようとしている。しかし憲法の理想はですね、聖書の理想に合致するたくさんあるわけだ。だから私たちは現実を聖書、憲法に合わせて現実を変えていくという方向にですね、取り組まないと。それがいろんな裁判闘争です、ね、通知賃貸訴訟もそうです、愛媛玉串訴訟もそうです、クリスチャンたちがいろいろ戦っています。でそこでさ、最高裁の裁判が絶えず揺れながらですね、その憲法の中に語られている本当のメッセージ、そして時代背景から考えられるメッセージ、で今日においてですね、少し右寄りな判決が出ればすぐですね、そこにつけ入る政府や右翼の力、ね、そういう中でまたこう愛媛玉串訴訟では違憲判決が出たりですね、こう揺れているわけです。しかしそのプロセスこそがですね、神の御心をこの日本というね、何と言いますか、古い獣の性質を宿す国にですね、を成果している力に戦いになっているわけですよね。そしてまあこのと言いますか、旧約では、国家という制度がイスラエル民族の中にねあったわけですけど、しかしですね、それによってはですね、人間は抗えることができないんだということがね、明確にされて、この新約では、ね、イエス・キリストを通してね、古い王国は暴力の行使によって確立されたけど、新しい神の国はですね、暴力を受けることによって続く。戦士であられた神はですね、今や十字架に注がれた神となる。ここに本質があるわけです、聖書のメッセージが。ここを中心に生存制度化していけない。そしてこの十字架に注がれた、この神の支配を成し遂げる道となる。キリスト教師にですね、見られる、今も見られている悲劇とはですね、こういう聖書を通して語られている、ね、聖書としての神が十字架で神となられたということを、ね、忘れてしまうということである。で私たちもこう右翼的な、ね、いろいろプロパガンダの中でですね、この世界への貢献しないといけないとかね、いろんな、戦後ですね、戦争の初期はですね、こうアジア諸国や連合国の戦勝国によって日本を軽武装の国家にするために入れられてもらうわけなんですよね、戦争法があればね。しかしですね、このしばらくして朝鮮戦争が始まってですね、冷戦が激化しますとですね、このアメリカの圧力によって再軍備がですね、日程のローテル、それに便乗したのが保守の右翼のね、戦前の政治家。でしかし今はですね、90年代に入り、その後、日本が高度成長期に入ってですね、もうそんな戦争よりも豊かな社会という、ね、時代に入って、ね、憲法改正が表にならなかったんです。しかし今ですね、経済界なんか中心にですね、湾岸戦争の中にはものすごくお金を出したわけですよね。何も評価されなかった。評価されないということは経済的な利益がそこからまた得られないということなんですね。兵を出し命を捨てた国によって利益が分配されるという、こういう考え方があるわけなんです。だから経済界からですね、この日本はですね、地による貢献をしないといけない、軍隊による貢献をしないと世界の権益を失うという考え方がね、はびこって、もう経済界から全面的にこれをバックアップしているわけです。保持者の人を首にする検定のあるんですよね、何年かごとにですね、全部首切ってるんです。従順な人だけ残すというね、で教育全体がそれで変わってしまう。実際日の丸近海法案で、ね、ほんの数パーセントしかある県でですね、広島とか国立市とかね、されない。今ほぼ 100% 近海を打った日の丸を掲揚しています。そういうことを国が今推し進める中で、ね、明治時代は、ね、
明治憲法と教育勅語がありました。日本柱で組み立てもう今はですね、新教育基本法とですね、改正新しい憲法によってですね、こうね、安倍さんとか、まあ、日本の民謡としては経済界の人たちが、こういう日本を作ろうというね、明確なものを持っていくわけです。今回の憲法は出ていません。